おはようございます。キダニックさん、今日も動画を送っていただきました。今日はね、自己アフィリエイトをおすすめする動画で、お問い合わせ先に概要欄にですね、キダニックさんのメールアドレスが貼ってありましたね。で、実はですね、何か物を紹介するときとか、こういったものがいいですよっていうふうにね、おすすめするときっていうのは、どのぐらいの時間でいくらぐらいっていうのがね、あるとすごく効果が出るんですよ。例えばね、30分で1万円稼げる、これが自己アフィリエイトの力ですっていうふうに話し始めるんですよ。もしくはそういうふうにタイトルをつけるんですよね。そうするとやっぱりね、30分で1万円っていうとびっくりしますよね。例えばね、どっかにアルバイトに行ったにしても、時給1500円ってことは1時間で1500円稼げますって意味なんですよ。でもこれがですね、30分で1万円なのっていうことになると、なんで、どうしてそういうことが起きるのっていうふうになるわけなんですよ。で、有名な自己アフィリエイトっていう方法があって、これは紹介する手数料をいただく商売なんですよっていうふうにお話することができるんですよね。まあ、その中でもいろんな金額のものがあるけども、一番簡単で、一番ね、売り上げが高いのは、クレジットカードって案件なんだよとかね、こういった不動産投資なんだよとか FX だよっていうふうに次の段階ではお伝えすることができるんですよね。今回の動画ですね、まあ、ですからこう人の心にフックさせて、フックってのは引っ掛けてですね、どうしてっていうふうに掴む、心を掴む、そんなね、手法コツをお伝えしました。どのぐらいの時間で、いくらぐらいなのってことが分かるとどうかなってことなんですよ、ね。フリーペーパー見てアルバイト探す時も、例えば時給いくらですよとか、月給15万から20万円以上可能とか書いてますよね。そういうのを目安に仕事をまず人っていうのは探すと思うんですよ。業務内容ですとか、どんな人が勤めてるのとか、勤務地とかよりも一番早く目につくのが時給とか月給、要するにどのぐらいの時間でいくら稼げるのかなってところが多くの方が気になるところだと思うんですよね。というところでね、そういうのを入れながら自己アフィリエイトを紹介すると分かりやすいのかなと思います。そうですね、自己アフィリエイトの案件、具体的な案件を一個一個紹介するときでも、これはだいたい作業15分で1800円だよとか、これは自動車の保険の見積もり、これ入力するのに15分ぐらいかかるんだけども、でも2700円ですよっていうふうにお伝えしていくとすごく紹介しやすいのかなと思います。それではですね、これからも動画をどんどん出していってください。よろしくお願いします。